ムッソリーニ内閣は統一後のイタリアにおける最長の政権である。この内閣は1924年7月1日まではファシスト党、人民党、自由党、ナショナリスト協会による連立内閣であったが、マッテオッテ事件を機にファシスト党による一致党独裁体制となり、1943年7月25日のグランディ決議の可決によって崩壊した。 1930年の議会における、ムッソリーニ内閣1922年の、第一回閣議、フカッターザとダナツーラアウトリタリアビアビア、アッコセンチョイトシーフィーノーオール、インスタラツヨネデラジタツラ、オッテンネラフィデューシャアラカメラデイデプタチール1711月1922、A、セグイトでエラマルチャ、スーローマ、コン3 6フェイブレバリー、116コントレリー、7アステンシ いる2911月をテンララフィデューシャールセナトデル、レグノコン196ボッティフェイブレバリー E19、コントレリー、1922年の祖格時、ムッソリーニ内閣は、以下の党派によって構成されていた。透明略称、PN 会、国家ファシスト党、P、イタリア人民党、プライ、イタリア自由党、アニ イタリアナショナリスト協会、プドシー、イタリア社会民主党1925年8月30日に、設立1937年4月8日に、植民地省から、カエソ植民地省、コラニーソプレス L84 月 1937E、ソスティトゥーヒートコンクエロデル、アフリカイタリアーナ、エスティトゥーヒートイル129月1929、 エスティトゥーヒートイル34月1924イン、ソスティトゥー、ツヨネデル、ミニスティロデッテポストイーテラグラフィー郵便、通信省、ポストイー、テラグラフィーソプレスイル34月1924 19、エスティトゥーヒートイル27月1926、エスティトゥーヒートイル275月1937、エスティトゥーヒートイル57月 1923? コーポンドアイミニスティリー、デルラボーロ、イーデラプレビデンゼソースヤル、デルインダストリアイーカマーシューイーデル、アグリックルトゥラ、バラーソプレスイルル12月1929、労働、社会保障省、ラボーロイー、プレビデンゼソースヤルソプレスイルル274月1923、商工省、インダストリアイー、カマーシューソプレスイル57月1923、農業省、 アグリックルトラソプレスイルゴ7月1923エスティトゥーヒートイル12月1929公共教育賞プブリカエストルーツヨネソプレスイル12月 1929E ソスティトゥーヒートコンクエロデルエデュカツヨネナツヨナレ財産賞デソロダル3112月1922へ コーペイトコンクエロデ、レフィアナンズダル27月1932プレンデイルノメリ、ミニスティロディグラツヤイジュスティーツヤ、エスティトゥーヒートイル六2月1943エスティトゥーヒートイル2011月1937エスティトゥーヒートイル231月1935カンビアノメ、イル275月1937イン、ミニスティロデラクルトラポーポラー ソプレスイルゴー2月1923コン RDL116 月 1937N4 フロのカンフェリタイアルセグラテリオデルパーティとツヨナレ、ファシースタイルティトロイールフンジオニディミーニーストローセグラテリオディストとありがとうございます